連戦。連戦、連戦、リアン ZHN1936 年8月27日台は、中華民国、台湾の政治家、中華民国行政委員長、首相、中華民国副総統、第9代、中国国民党主席などを歴任し、現在は中国国民党名誉主席。本籍は、台湾台南市。字は永平。 台湾籍の父、連信東と中国籍、信用出身の母、長蘭羊猿の間に生まれた、俗に、半山と言われる。父、新東は内政部長、総統府国策顧問などを務めた国民党の大物。新東が中国西安で国民政府の工作活動に従事している時に連戦が出生した。祖父、連横は日本統治時代。 台湾通史を表した学者で、抗日大詩人と呼ばれた。国民政府は日本に、連戦連勝するよう記念して、孫の名前を、連、戦と名付けたが、孫、連戦が誕生する2ヶ月前に、上海でこの世を去ったという。台湾大学政治学部卒業後、1959年に、アメリカのシカゴ大学へ留学し、論文、台湾の土地改革で、修士号。 論文、中共はなぜ古敵を批判するのかで、政治学博士号を取得した。ウィスコンシン大学マディソン校、コネチカット大学で助教授を務めた後、1968年に台湾に帰国し、台湾大学政治学部主任、政治研究所所長を長年務めた。同時期に、政府が国立政治大学国際関係研究センターに、 設けた外交と経済に関する研究グループに加わり、国連総会の中華民国代表団顧問にもなった。1975年、中エルサルバドル大使に任命され、翌年から中国国民党での政治活動が本格化した。小渓国総統の元交通部長、行政院副委員長、副首相を務め、当格を表した。李登輝政権では外交部長、 台湾省政府主席を歴任し、1993年には国民党副主席兼行政委員長、首相に就任、党内ナンバー2となる。1996年総統選で李登輝総統とペアで当選し、中華民国の歴史上初めての民選副総統に就任した行政委員長を1997年8月まで兼務。2000年総統選に、 李登器の後継として、出馬、副総統候補は、小津村が下が、国民党の実力者で、大衆的人気のあった、曹操優が離党して出馬し、分裂選挙となった。結果は、民進党の陳水編に敗れ、曹操優候補にも大きく、差をつけられ3位に甘んじ、中華民国、台湾史上初の政権交代を許した。しかし、李陶器が惨敗の責任を問われて、 党主席辞任に追い込まれる2000年7月国民党主席に選出され党内ナンバー1となる2004年総統選では4年前に分裂選挙を戦った曹操ゆ新民党主席を副総統候補として再出馬するも再び現職の民進党新水平にわずか3万秒弱の僅差で敗れた投票直前に発生した沈水平。 旅修練ペアに対する銃撃事件が、鎮水編に有利に働いたとの観測に乗じて、支持者の前で、選挙は、向こう、鎮水編銃撃事件は自作自演だと訴える、抗議を表明し、支持者を巻き込んで、数日間にわたり抗議デモを行った。一方、民進党支持者からは、名前の由来をもじり、連戦連敗と揶揄された。もともと、離登輝に徴用された。 本省人であることから国民党内、本土派と見られていたが、2001年には、連邦制に、近いを中大関係の理想に掲げ、2005年4月26日から5月3日に、かけては初めて、中国を問いし、古近闘中国共産党総書記、国家主席との会談を実現した。野党のトップとはいえ、 国民党と共産党の首脳会談は60年ぶりで、1945年の小介石・毛沢東の重慶会談以来、中大分断後つまり、中華人民共和国成立後はもちろん初めてであった。政権与党やり党機らからは、共産党が長年唱えてきた第三次国境合作に載せられている政権の方針に反した越権行為であるなどとして、 外国奴などと激しい批判を浴びた。2005年7月には国民党主席を退き、新設の名誉職ポストである国民党名誉主席に就任した。その後も中国首脳部から交遇され、2006年4月と2008年8月、北京五輪開幕式に出席、同年12月にも訪中し、古今東ともたびたび会談している紅白王に代わって、 国民党主席についた馬英九は未だ一度も訪中していない。2008年11月の APEC リマ会議に過去最高位の台湾代表として参加した際にも、古近東との間で初の APEC 中台代表者会談を行った。2008年12月の訪中では、祖父、蓮横の記念館開館式に出席している。2010年の上海万博開幕式にも出席し、 2015年の中国人民抗日戦争世界反ファシズム戦争勝利70周年記念式典にも出席した。1980年代の交通部長時代に日本を初訪問。2001年12月に国民党主席として戦後初の訪日を果たした自身二度目。その後自身が相当に就任した暁に、 日本を訪問する構想も披露していたが、総統選に敗れて実現しなかった。なお、総統選初出馬を控えた1999年9月に、連戦を紹介する、連戦、台湾ニューリーダーの知られざる、素顔が出版されている。2010年11月、バエ級総統の特使として来日し、APEC に出席した。リアキラハへのノーベル平和賞受賞をめぐり、 猛反発する中国は、独自に、孔子平和賞を設立し、2010年12月9日に、初めての賞を連戦に授与することが判明した。この賞の事務局である、中国共同文化保護協会は、公式な政府の組織ではないが、文化賞などを所管する文化賞と密接に協力していると言われた。連戦は事前に受賞を知らされず、また受賞を拒絶したため、無関係の少女が、 授賞式に代わりにトロフィーを受け取った。妻の蓮舫は台湾の第3回ミスチャイナコンテストで優勝した経歴の持ち主。二男二女。長男蓮舫文は2005年の中国国民党党大会において中央乗務員に選出されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。